はい、どうも始まりました。うさうちチャンネルです。よろしくお願いします。昨日トリフェス浅草ということでね、昨日トリフェスに行ってきたんですけど、やっぱりすごいね、想像以上に楽しいイベントで、いろんな方と、知り合うことができて、めちゃくちゃ有意義なね、時間を過ごせたイベントでした。はい。で、僕はちょっと混雑を避けたかったので、もう朝一10時にはあっちに到着して、ささっとこのね、いろんなものを見たりと、撮影したりして、帰ってきた感じなんですけど、やっぱり鳥好きはこんなに多いんだなっていうのをね、改めて感じました。皆さんね、なんか、すごいキラキラしていたというか、クリエイターさん、ものを販売する側の方もそうだし、購入する方も、すごいね、みんなキラキラしていて、とてもね、いいイベントだったのかなって、思いました。次はね、また、なんか横浜がね、11月にあるみたいなので、もしコロナがね、ちゃんと収束していて、いる状況であれば、僕もね、ちょっとね、出展してみたいなと思いました。はい。じゃあね、今日はね、そんな感じで、そのトリフェスに行って僕が購入してきたものの紹介をしていこうと思います。それではやっていきましょう。はい。じゃあね、僕が購入してきた商品は、こちらになりまーす。どうですか？まあ、いろんなグッズがあったんですけど、購入してきました。じゃあちょっとね、一個一個紹介していこうと思います。一番最初に紹介するのはこちら。じゃじゃん。オカメ1年生とインコ警察の、クリアファイルになります。これめちゃくちゃ面白くないですか？子供にね、1枚ずつ購入した感じなんですけど、すごいこれ面白い。考え細かくね、すごい色々できててね、これ持ってたらちょっと可愛いなって感じの、ちゃんとここもオカメ1年生って ある感じが、すごいね、こだわって作ってあってね、これめちゃくちゃいいですね。で、これを購入したのが、トモ山下デザインスタジオさんというね、デザインをメインでやっている会社なのかな？お店なのかな？こういう感じのね、ショップカードもめちゃくちゃ可愛い感じで、すごいね、いろんな面白グッズって言えばいいかな？まあメインチャンネルの方でね、そのお店で購入するところも出ているので、よろしければ見ていただければと思います。またね、ちょっとね、欲しいものがあったんでね、次行ったらまた、面白グッズを購入させていただこうと思います。これとかタバコ食われてる悪インコですね、これは。じゃあまずはね、こちらのインコ警察とオカメ1年生のねクリアファイルになりました。じゃあ、ね、続きましてはね、こちらじゃじゃん、インコ鳥好き用ラーメンこれね、面白くてね、買ったんですけど、小鳥カフェさんのブースでね購入させていただきました。あとね、何種類か種類があったんですけど、まあインコがね残り少なかったのでインコ買いました。まあこれはね、ちょっとね、どういう味なのかっていうのも楽しみなんで、後でちょっと食べてみようと思います。小鳥カフェさんのブースで鳥ガチャみたいなのがあって、鳥ガチャ引いたんですけど、これね、文鳥が出たんですよね。もう子供にね持っていかれちゃいました、文鳥あっという間にはい、インコ鳥好き用ラーメンのご紹介となりました。小鳥カフェさんがね主催でこの鳥フェスというイベントは開かれているので、そちらもまたいろんな場所でやってるみたいなのでね、ホームページの方チェックしていただければと思います。はい、これ楽しみですね。はい、続きましてはこちら、南極ホタル堂さんの、ライチョウさんのシールですね。これめちゃくちゃ可愛いですよね。で、僕ウズラ飼育者なんですけど、ウズラのグッズってね、本当にね、まあ緑化生さんを除いてあまりなかったので、見つけることができなかったので、ウズラとかアヒル、もしくはこのキジ科のね、このステッカーって本当にね、この貴重で、見た瞬間ね、これは買おうと決めました。これとか可愛いですよね、このヒナ。このヒナ可愛いですよね、このヒナが。ライチョウがね、好きとのことでね、お話もできたので、また良かったです。LINE スタンプもね、あるみたいなので、この後ダウンロードしようと思ってます。南極ホタル堂さんの、ライチョウさんのシールでした。可愛いね、これね。携帯に貼ろう。はい、で続きましてはこちら、じゃじゃん。これがね、この奇跡のジャムっていう感じで売っていた、まあジャムなんですけどね。これちょっと鳥のね、開けちゃっていいかな。これ鳥のパッケージがされててね、めちゃくちゃ可愛いですね、これ。開けちゃいますね、ちょっと。あ、これ文鳥さんですね。可愛いなぁ。こっちもね。あ、これもちょっと身がね、いい感じに、粗い感じのジャムで美味しそうですね。
白郡長さんかな、これは。はい、まあ、うちの両親にね買ってきました。これ後でねあげていこうと思います。僕もちょっと食べさせてもらおう、どんな味するのか。男性はねブルーベリーがおすすめっていうのをね、その社長さんかな言っていたので、これも食べてみたいと思います。社長さんがめちゃくちゃ面白い人でね、すごいお話もたくさんしていただいて、また機会があればねお話しさせていただきたいなと思っております。はい、楽しみですねこれも。はい、じゃあ続きまして、まあ僕がね鳥フェスに行こうと思えたきっかけというか、一番ね行きたかった理由がこちらのね緑化生さんの、うずらのね卵のワークショップとかね、こういうのが開かれていて、アクセサリーを作ったりするというねワークショップがあったので、それに参加したいと思ったのと、まあ緑化生さんに会いたかったっていうのがすごいね、大きい理由です。でそこで作ったねものがねこちら、じゃじゃじゃん、このねうずらの卵のキーホルダー、これ僕がね作りましたっていうか、まあ、上をねこれ貼り付けたりして、ワークショップで作らさせていただきました。これ可愛くないですか、これすごいキラキラしててね、で表面はねツルツルの加工がされていてね、もう硬いんですけどすごい軽いっていう感じのレジンで加工されているみたいです。いやーこれいいですよね。だからまあうちのねうずらももうね今年で2歳になるので、メスはね卵を産んでると、ね、寿命がオスよりは早いということで、うちのうずらの卵もこういう形で残せてあげればいいかなと思って、今年どっかのタイミングでまた緑化生さんに卵をね持ち込ませていただいて、施工していただこうかなと思ってます。おすすめです。はい、緑化生さんいろいろねお話しさせていただいてありがとうございました。またちょっとご機会があれば、撮影とか伺わせていただければと思います。ありがとうございます。はい、でねそして最後はこちら、じゃん、野鳥を見るとるハンドブックということでね、東京新聞さんのブースで購入させていただいた野鳥のハンドブック、中はあんま見せない方がいいと思うけど、こういう感じでいろんな野鳥が載ってて、これはいいと思った本です。はい、で最近ねあのクラブハウスをさせていただいて、クラブハウスでね野鳥についてのルームがあって、そこでね皆さんすごい野鳥に詳しい方とねあのいろいろコミュニケーションを取る機会があり、やっぱ野鳥ってちょっとね見てみたいなとか興味がすごい湧いてきて、ちょうどいいタイミングだったのでこちらをね購入させていただきました。これをバッグに入れて双眼鏡を持って野鳥観察にね行ければいいかなと思います。いやーこれもねいい買い物しましたね。ちょうどね欲しかったんでね、ネットで探そうかなと思ってたんですけど、こういうイベントでねまたこういう買えるっていうのになんか思い出としても残るし、購入させていただきました。はい、じゃあねこんな感じで、僕が購入した商品は以上となります。小鳥カフェさん主催の、鳥フェス、まあこういうようなねイベントって僕もね初めて伺ったので、どういう感じかなっていうのを思ったんですけど、皆さんねクリエイターの方もすごいあったかくてね、いろんなお話をさせていただいて、めちゃくちゃいいイベントでした。そういうこういうイベントにね参加してみたいよって方は、ぜひ小鳥カフェさんのホームページを見て次の開催とかを見ていただければと思います。はい、じゃあねそんな感じで鳥フェス浅草2021で購入した商品の紹介となりました。今回もご視聴ありがとうございました。